さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、立命館の会話の問題でございます。皆さん、空欄かきくけの中にですね、今からお見せいたしますが、選択肢一つずつ選んでくださいという問題でございます。さあ皆さん、選択肢10個ございます。これ皆さん一つずつちょっと確認していきますね。さあ皆さん、この空欄かでございます。皆さん10択でございますが、どうでしょう。さあ皆さん、ヒントはですね、空欄かの直前であれば、このあたりでしょうかね。そして後半、このあたりですかね。体調が良くなることを祈ってますよね。もちろん正解は8番ですよね。That's right. I was sick in bed. これが正解ということでいいかと思います。もちろん、sick in bed ですから、体調を崩してですね、寝込んでいたという話がございます。まあ、だからこそ、feeling better であることを、まあ、希望、まあ、お祈りしておりますということでいいかと思います。もしくはこの段階で、出会えてないわけですからね。じゃあなんでやねんっていうところで、体調崩してましたというところでも繋がってくるかと思います。ですから、空欄かには8番を入れましょうということでよろしいかと思います。じゃあ、ヒントはどうなってますかっていうと、もちろん、例えばこのあたりだったら、皆さん、否定語ですよね。否定語から右側。で、皆さん、後半であれば、ホープですよね。一般動詞の右側がヒントになってます。そしてもちろん、正解となった8番も、見ての通りですね。B 動詞の右側がポイントになってますよね。で、皆さん、今回の立命館もそうですし、前回の関西大学もそうなんですが、でこの一つ目の問題で、こう選択肢10個ぐらい並んでるとですね、大学側が、この前半を皆さんに読んでもらって、で、答えが出るように作るか、っていうと多分作る可能性は低いと思うんですよね。つまり、顔を見て、で、選択肢1番、2番、まあ、このあたりで答え出ちゃうとですね、大学側としては、ちょっといまいち。とにかく大学側はですね、皆さんに時間をかけさせて、で、焦らせたいという気持ちが多分あるんじゃないかなって感じがします。ですから、こう、やっぱ10個選択肢並んでいるとですね、やっぱ長いと言いますか、まあ、多いので、この辺で答えを出させるようには作らないはず。ということは、それを逆手に取ると、後半から答えが出るように作ってるはず、仕組んでるはずなんですよね。ですから選択肢1、2、まあこれぐらいまで考えて、もし答え出なければ、後ろの方から遡って考えていくっていうのも一つ手かなと思いますので、ちょっと参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、続いてキーでございます。皆さん、残り9個の選択肢の中でどうでしょう。で、皆さん、ヒントはですね、例えば、前半部分であれば、それについて、つまり宿題について知らなかったよって言ってますよね。で、空欄キーの右側は、チャプター4ですね。第4章、まあ、読まなくちゃいけないよというところで具体的に説明がされております。ということは、皆さん、正解は2番ですよね。What was it? それなんやねんっていうことです。ですから、知らなかったわけですから、まあ、それ何なの？で、その何なのに対して、これですよね。具体的にこうしなければいけませんよ。っていうところで皆さんしっかり繋がっていきます。で、皆さん根拠どこですかと言われたら、皆さんここだったらやっぱり didn't と否定語ですよね。否定語から右側。そして、このあたり had to 助動詞ですよね。助動詞の右側ということでよろしいかと思います。さあ、続いて句でございます。選択肢考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、ヒントはですね、句の右側じゃないかなって感じがします。
それはめちゃめちゃしんどそうですね。たくさんの宿題、課題になってそうなイメージでございます。もちろん正解は句ですよね。ホールチャプター、マジで全部の章ですかって感じでいいかと思います。ですからこそたくさんの work ということで、これもつながっていきますよね。もちろんその手前のチャプター4のところから判断していただくこともできるかと思います。で、場所はどこですかと言われたら、皆さんこれですよね。like 前置詞の右側がヒントになってますね。もちろん文末と考えていただいてもいいかと思います。で、皆さん最後の問題でございます。皆さん先ほどのところからこう読み進めていただけますと、もちろん句の毛の左側、右側確認するかと思いますが、皆さん毛の右側にですね、こう B 動詞がいるんですね。で、皆さん B 動詞の右側はこうなってるんですが、皆さん保護に相当するものがおそらくないので、省略をちょっと補って解釈をしてみますね。さあ皆さん、B 動詞の後ろですね。何を補うのかということなんですが、皆さんもちょっと書いてしまってますけども、結局何を補うのかが判定できるのは、皆さんその手前のところを見ていただけるとすぐわかるんですね。だからここに B 動詞があるから、ここも B 動詞。で、何を補いますかって言われたら、皆さんこっちですね。B 動詞、こっちの B 動詞の右側にある語句ですよね。これをそのままここに移していただけますと、省略を補うことができますからね。で、これで空欄毛の前後をよく読んでいただきますと、残りの選択肢ですね。確定することができるかと思います。皆さん正解は1番ですよね。この1番を形に入れていただけるとよろしいかと思います。皆さんポイントちょっと書いてみましたが、皆さんクラン系の左側は、まあ、彼女はですね、be in a good mood ですかということです。be in good, in a good mood ということですから肯定されてますよね。それに対してクラン系の後足 never is in a good mood ですよね。ですから、もちろん never ですから否定されております。こうですね。ですから、肯定と否定、反対、対比ですよね。ですから、肯定ですか ?I doubt it。私はそれに対して疑っております。もっと言うと、私はそうは思いませんということですね。相手の意見を反対にしている表現です。だからこそ、never 否定 is in a good mood というところで、うまいこと繋がってきますよね。で、場所はどこですかと言われたら、例えば前半だったら、これですよね。be in a good mood。もちろん、この左側に助動詞 will がおりますので、助動詞の右側。そしてこの辺はもう前から言っておりますが、否定語から右側ですよね。情報構造バッチです。すみません、立命館大学お疲れ様でございました。では会話長文ということでやってみましたが、皆さん普通会話と言われたらですね、なんか空所の前後で、雰囲気で解いてですね、まあ間違っててもまあいいかみたいな感じの方いらっしゃるかと思いますが、ちょっともったいないですからね。ですから問題集でやってらっしゃる方は正解を確認する前、そして授業に参加する前に、やはり、通常の長文と同じように、根拠はしっかり考えてほしいなという感じがします。これは皆さんの底力ですよね。実力につながりますので、ここは皆さん、飛ばすことなくですね、いつも通り頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで。で、皆さん、カンカンの率確かに会話多いかと思いますので、皆さん一つこの立命館の方法論ですね。これを皆さんちょっと実際、じっくり考えてですね、真似をしていただけるとよろしいかと思います。もちろん、今後もどんどんやっていきますので、今後もよろしくお願いいたします。